内子伊香崎インターチェンジを降りたら右折し、まずは人気の道の駅を目指します。ここ道の駅内子フレッシュパークカラリには、内子で採れた新鮮な野菜や旅のお土産のほか、地元の食材を使ったレストランなども。まずはここで一息入れたら本格的に周遊スタート。道の駅を出て10分ほどドライブすると見えてくるのが大瀬の鳴屋地区。ここはノーベル文学賞作家大江健三郎のふるさと。ノスタルジックな雰囲気の街並みが大江文学の世界へと浸らせてくれますよ。そんな大瀬地区には美しい渓流の流れを見せる妙穂滝といった見どころも。ドライブの途中、桜の季節ならちょっと寄り道して立石地区へと向かえば、山里の原風景に咲く桜の風情が楽しめます。そして車は小田地区へ。ここは歴史ある巨木が点在する愛媛でも珍しい地域。こちらの清浄寺には、この地区へと落ち延びてきた平清盛の御女時姫にゆかりの八房の梅が。毎年7月には時姫の伝説にちなんだ幻想的な灯籠祭りも開催。さらに樹齢1000年を超える巨木も多く、こちらの広瀬神社には立派な一位菓子と欅が2本。こちらの三島神社にも推定樹齢1300年という乳出の大イチョウや、兄弟カヤと呼ばれる推定樹齢1200年の2本のカヤも。数々の名木が町を見守ってきたんですね。そんな小田の名産や特産品が並ぶ道の駅、小田の里せせらぎにちょっと寄り道。そして車は一路小田深山へ。ここは愛媛県内でも有数の紅葉スポット小田深山渓谷。国有林の中に位置し、優美で温和な清流の流れが女性的とも言われる小田深山渓谷。ぶらりと散策するだけで様々に表情を変える木々たちが目を楽しませ、心を癒してくれますよ。この雄大な自然がいつでも皆さんを優しく迎えます。